ハンナ・リースバル・ホルムソン・ハンナ・レスボール・ホルムセンは、ノルウェーの植物学者である。姉のテクラ・レスボールと共に、ノルウェーにおける自然科学教育、自然保護運動の女性のパイオニアである。オップラン県の防護ーーで生まれた。幼少期は、病気に苦しめられた。最初の結婚は1901年の離婚で終わった。 姉が準教授を務める現在のオスロのフレデリック王立大学に入学し、1910年に卒業した。1909年には姉の夫の兄弟の地質学者、ホルムセンと再婚した。1907年に海洋学者として知られるモナコ皇太子アルベール一世が率いたスバルバル諸島の調査に参加した。1921年から、 フレデリック王立大学の植物地理学の分野で働いた。スバールバル諸島の植物の研究のために1908年に再び単独で島を訪れた。カラー写真を含む撮影された写真は当時の島の自然の貴重な記録となっている。スバールバル諸島の植物の研究はオブザベーションズボトニックスデラ・コンプニア、スヤンティーフィックデ SAS ル・プリンス・ワルベルトとして モナコで出版された後、1927年に、スバルバーズフローラとしてノルウェー語で出版された。デンマークの植物生態学者、クリステン・ラウンケルの定量的な手法を使って、ノルウェーの鉱山植物の多くの植生の研究を行い、1920年にオム・フュールド・ベジティ・シャネン、アイレット・オステナ・フジェルズック・農画ガを出版した。アコ山ザンの自然林を研究した。論文。 オムビティドニンガン AV デッドウェインザーティドアイ、ベルスコジャーでは、自然林の保全を訴え、植林による人工林への変化を批判し、森林の多様性の意義について論じた。このことで、森林業者からで多くの反発を受けた。地質学者のホエルと共に、スバルバルが最初に保護地域の指定を受けるのに、貢献した。近方下族の植物の種、 ラナンキュラスリースバルホルムセニに懸命されている。レスビ、ホームズは植物の学名で命名者を示す場合にハンナレスボールホルムセンを示すのに使われる。ありがとうございます。